今日もリハでした。もう毎日踊ってる。こんばんは。毎日踊ってる。こんばんは。元気ですか？元気だよ。元気だよ。まあちょっと今は疲れてますけど、なんか体調悪いとかそういうのじゃないですね。元気です。こんばんは。こんばんは。元気です。ね、今日も暑すぎてさ、めっちゃ暑いよね。ありがとう、ギフト。ありがとうございます。ありがとう。暑いよ。なんかずっと暑くない？この調子だとほんと秋あるってぐらい、なんか夏、ずっと夏って感じ。めっちゃ暑いよね。ありがとう、ギフト。ありがとうございます。ありがとう。こんばんは。ね、秋短いよね。ちょっと短すぎますね、秋がね。握手会とツーショット撮影会申し込んで、わあ、ありがとう。今4時抽選絶賛やっております。明日の正午までですね。明日の正午まで受付中です。ぜひお待ちしてます。こんばんは。こんばんは。こんばんは。10月まで待てません。でも言うて最速で会えるのあと1ヶ月後ですよ。早くない？そう考えたらあと1ヶ月後だよ。一番早くお話できる日がもうあと1ヶ月後って考えたら意外とさ、すぐじゃないの？そうでもない？1ヶ月なんてすぐだと思うけど、まあでも1ヶ月長いって感じる時もあるよね。こんばんは。こんばんは。なんかめちゃめちゃさ、予定が詰まってる1ヶ月だったら本当に早く感じる気がするけど、ちょっとなんかお休みが多いとかある月だったら、まあ確かにちょっと長く感じるかもしれない。リハ期間って思うとまあすぐだろうなと思っちゃうな。だって毎日さ、こんなリハーサルしててさ、もう気づいたら、気づいたらお昼だし、気づいたら夕方だし、気づいたら夜じゃんみたいになってて、時計も別にろくに見てないしさ、まあ、会場っていうかそのなんていうの、室内にいるわけだからさ、まあ、外の景色も見れずって感じで、そう気づいたらもう真っ暗みたいな感じなの。
そうだからさ、あっという間なんだよね。こんばんは、こんばんは、ありがとうギフト、ありがとうございます、ありがとう。週1以上で会いたいって言ったら重すぎて引かれそう気持ちは受け取っときますありがとうございます。週1以上か、週1以上って週4とかってこと、週3、4とかってこと。なるほど、こんばんは。なるほどって思っただけ。こんばんは。せめて月1で会いたい。あー、私も結構そっち派かも。え、だってさ、週、例えばさ、週1週間なのかあってさ、3日4日あったとして何喋るのって思っちゃうんだけど、喋るとかの問題じゃないのか、別に会えばいいって思っちゃうのかな。まあ、月1はちょっとあれなのか分かんないけど、でもそんな、うん、週3、4はちょっと多い気がしちゃう。わかんないけど、ありがとうギフト、ありがとうございます。こんばんは。4時の追加でツーショット申し込んだ。わあ、ありがとう、ありがとうございます。ツーショットはね、ツーショットは座りは生誕ティーとかビブスとか着る予定です。今日何食べた、今日は今日何食べたっけな、あ、あれだ、なんか何かで見た、何かで見て、なんかスタバのパンが美味しそうだったからそれを買って、朝それを食べました。朝は朝ごはんそれで、お昼はお弁当食べて、夜もお弁当だったのでって感じですね。はい、以上です。リハの日はね、動くから食べるようにしてます。じゃないと集中できないのと、単純に頑張れないのと、まあいろいろ頑張れないので食べるようにしてます。食べるし、お菓子も食べるし、そう、ちゃんと甘いもの食べるようにしてますね。チョコレートとか。こんばんは。そう、ほんとなんか食べないと、なんか踊れるものもどんどんなんか間違えるの、集中できなくてそう、集中力がそう続かないから、ちゃんと食べてって感じですね。はい、ありがとうギフト、ありがとうございます。
食べたら眠くなる。めっちゃ眠たいし、そうめっちゃ眠たくなるし、帰り道とかほんと最近ずっと寝てる。気づいたら、まあ行きもだけど、行きもだし帰りも寝ちゃいますね。疲れて、朝は眠くて寝ちゃうし、帰りは疲れて寝ちゃうって感じで、なんか寝てますよくよく寝てます、すごい。こんばんは。男を恵みも重要。あ、バブルで送ったやつかな。あれでも私のじゃないんだよね。そう、あれゆずのじゃないの。あれ泉ちゃんのやつ。私のじゃないんだ。めっちゃゆずのでしょって来てたけど。違うねん。ゆずのじゃないねん、あれ。あれは私のじゃないねん。泉ちゃんのグミやねん。うん、私のじゃないのよあれ、実はね。私だと思われてたけど、めちゃめちゃ。こんばんは。こんばんは。暑いけどこの部屋がちょっと涼しい。やったーめんが気になった。やったーめんってなんだあれ映ってた。やったーめん、あれ私のじゃないな、マリンじゃないかな。やったーめん、やったーめんとか食べたことないかも。やったーめんって、あ、駄菓子か。駄菓子なんだ。食べたことない。こんばんは。ほんとなんか小学校とかのさ、遠足のお菓子買うみたいな駄菓子屋さんみたいなとこ行きたい。駄菓子大好き。駄菓子屋さんに売ってるお菓子って本当に美味しいの多い気がする。遠足のお菓子必ずポイフル入れてた。遠足何入れてたかな、全然覚えてない。なんだろう遠足のお菓子。何入れてたかな。あんまり覚えてないけど、何入れてたんだろう。ありがとうギフト、ありがとうございます。こんばんは。うまい棒は買ったことあんまないな。お菓子何円まで。300円だった気がする。でも今の時代で300円って結構きつくない。まあコンビニだからちょっと高いか。駄菓子屋さんでも300円って今結構厳しいのかな。300円分ってどうなんだろう。今の駄菓子屋さんのさ、ちょっと値段が分かんないけど、300円でなんか買えるのかな。
宮古昆布わあ大好き大好き大好き。そういう渋いものが好きな、なんか昆布とかさ梅とかさそういうのよく買ってたかもしれない。そうちっちゃい頃から酸っぱいの大好き。そう昆布とかずっと食べてたよね。あとゆずあれが好きです、ボンタン飴。めっちゃタイムリーなコメント来ておもろ、ボンタン飴大好き。今でも食べたくなるもんボンタン飴。買わないけどでも見かけるとちょっとああ食べたいなってなる。ボンタン飴美味しいよね。一回めっちゃ大きいやつ買ったことある、こういうのでっかいやつにいっぱい入ってるやつ、ボンタン飴がこれぐらいのやつね、ガボボボボボボンって入ってるやつを買ったことあります。一人で全部食べきった今思えばだいぶやばいけど一人で食べきりました。懐かしい。ボンタン飴美味しいよね大好き。なんかおじいちゃんがよくね買ってくれたんよね。そうおじいちゃんがボンタン飴なら買ってあげるわみたいな言ってよく買ってくれてた。でおじいちゃんからよくもらってました懐かしい。ボンタン飴好き。こんばんは。3つのうち1つがめっちゃ酸っぱいガム買ってた気がする。あーあるねそういうの。うわー懐かしいな。でもいつのね小学校1年生2年生3年生とひもきゅうっていうねグミがあって、なんか長いグミがあるんですよ。これぐらいの袋に入ってるコーラとソーダ味のグミ、1本のなんかこう長いロープみたいなグミ。懐かしくない、ひもきゅうやばい。もう今ないんでしょひもきゅう。悲しいんだけど、あんなもめっちゃ食べたんだけど、ひもきゅうとか 100個くらい食べたかもしれないそうひもきゅう大好き。今もう食べれないもんねひもきゅう、やだな。今ないんだよひもきゅう。もうねるねるねるねねるねるねるねはわあ、でも遠足とかにはさすがに持ってってないけど全然食べたことある。ねるねるねるねねるねるねるねはなんかいまだにルーちゃんが「ウルカねるねるねるね食べたいかも」とか言ってよくなんかね言ってるよコンビニで「ルカねるねるねるね買おうかな」みたいな。絶対いらないよね。いやだからいらないっていうかさ、その今じゃなくないみたいな、なんかそう今じゃないじゃんみたいな。なんかみんなご飯とかはさ買いに来ててさ、一人でなんかお菓子コーナーでさ「えルカねるねるねるね食べたい」みたいな、そう言ってんの。いやなんかお菓子買うとかならまだわかるけどさ、お菓子買わない、なんかみんながご飯とか買ってる中でさ、ねるねるねるね食べたいんだよねみたいな。るーちゃんち行くと高確率ねるねるねるねある気がするっていうぐらい多分あの貢献してますね、ねるねるねるねにっていうぐらいにはね、そうあるんですよるーちゃんち。食べれるスタンプみたいなお菓子も買ってた記憶。絶対あれだ、モンスタースタンプやろ懐かしい。あれだよね、なんかめっちゃ赤とか青とかなるやつでしょ。やば、
いにしえすぎ、やばい、今でもあんのかな、危ない、コップ倒して、モンスタースタンプやばい、懐かしい、今の小学生とか知ってんのかな、なんかもうそこでジネギア生まれそうじゃない、やだやだな、こんばんは、ありがとう、ギフトありがとうございます、ありがとうね、こんばんは、幕張でご挨拶させてくださいね、ありがとうございます、幕張はお誕生日デーなのでぜひおめでとう、お待ちしてます、まあ幕張じゃなくても嬉しいんですけど、幕張メッセはね、そう、お誕生日、お誕生日迎えてすぐの特典会なので待ってます、のし梅とか好きそう、うわぁ、のし梅ってさ、かば焼きさんとかと同じやつやんね、うわぁ、なんかね、30枚入りみたいな買ったことある、美味しい、あれいいよね、なんかたまに楽屋とかにある置いてあるんだよね、そう、めっちゃ美味しいよね、大好き、かば焼きさん、今回から一部じゃないの、そう、今回はね、一部、四部、五部、七部、合ってるこれ、一部、四部、五部、七部です、一部トーク、四部、五部握手の七部トークです、で、シャミ会が一部、二部、三部、六部です、はい、そんな感じです、よろしくお願いします、あ、1 2部じゃないそう、1部じゃないんだよねとか言っといて、1部4部とか言ってんのやばい、そう、2部です、ごめんなさいごめんなさい、もう疲れてます、ごめんなさい、2部4部5部7部ですね、すいません、申し訳、わざとじゃないんです、すいません、本当に2部4部5部7部、ごめんなさい、で、シャミ会が1部2部3部6部ですね、はい、すいませんでした、気をつけます、危ない、こんばんは、会えるの楽しみにしてます、楽しみにしてます、こんばんは、こんばんは。
公演少ないよね。少ないですね、公演は。最近はまあリハーサルだからね、毎日毎日リハーサルしかしてないから。そう、踊ってはいるんだけどね踊ってはいるんですけどね、劇場に行ってないってだけでね。踊ってはいます、もう毎日。次はでもアザーズの生誕祭かな。しばらくちょっと生誕祭かもしれないですね。生誕祭続きそう。ありがとう、ギフトありがとうございます。ありがとう。毎日リハってやばいね。純粋に考えてやばいよね。何かしら踊ってますもん、毎日やばいよね。まあでも皆さんにいいものを見せなきゃいけませんからね。楽しみ、私も楽しみです、とっても。筋肉痛とかは大丈夫？うん、大丈夫、今のところ。今のところ大丈夫かな、筋肉痛は。こんばんは。2日目3日目が取れなかったので初日の亀戸席のみです。亀戸席楽しみ。久しぶりに亀戸さんがいるイベントに出演するので楽しみです、とっても嬉しい、嬉しいですね。ありがとう、ギフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは。トーク会今追加しました。わあ、ありがとう、ありがとうございます。嬉しいです、本当に。直近は本当今日から1ヶ月後の10月19日ですね。10月19日と20日2日間幕張メッセです。はい、幕張メッセです。カリメッセです。どうしよう、生誕 T シャツ何合わせようかな。何が可愛いかな。何でも可愛いだろうけど何が可愛いかな。
年内ラストの関東、そうそうだよ、やばくない？10月で年内ラストの関東やばい、あっという間や。パジャマの日はね2月8日です。はい、2月8日がパジャマの日。こんばんは。19日予定あるけど幕張行くか迷ってる。いや、迷うなら来るべきだと思うんですよね、私的に。そう、迷うならね来た方がいいと思います。迷うってことは行きたい気持ちがあるってことですから、そういうことです。そういうことですね。はい、なんでお待ちしてます。こんばんは、こんばんは。年始の写メは気合でいきますありがとうございます。私も気合でいきます。ゆずぽの秋コーデも楽しみ。秋コーデね、10月なんか合わせたいな。10月ベレー帽か、ベレー帽、うん、ベレー帽かわいいな。ベレー帽かぶっちゃおうかな。なんか帽子とかかぶんないくせにめっちゃ持ってんだよね。そう、めっちゃ持ってるのに全然かぶんないの。かぶるべきだよね。ベレー帽かぶろうかな。ベレー帽もなんか何種類あんのってぐらいなんかめっちゃ持ってるけどあんまかぶんない謎にかぶんないっていう。あります。でもいっぱい。10月はさすがに秋かな。うんとね、一応10月20日に着るのはちょっと秋っぽい服の予定です。もうな、半袖ではないかな。うん、そうですね、長袖です。もう、暑いかな暑いのかな。まあ暑くてもいいか、別にって思うようにします。なんかほんとコートとかさ、上着着ないぐらいの気温が一番好きなんだよね。もうコートとか羽織るようになったらもう冬だなって感じだけど、コートとか羽織んなくてもいいぐらいの気温とかが一番好き。一番楽じゃない？めっちゃ好き、そういうのが一番いい。個人的に過ごしやすいし、なんか荷物とか多くないし一番セットアップが映える。本当にそう、
そう、セットアップってさ可愛いんだけど、上にコートとか着ちゃうと可愛くないんだよね。セットアップ1個で、そう1個で出歩ける時期が一番好きです。一番楽しい一番楽しい、個人的に。あ、ちょっと考えとかなきゃかな。 T シャツ何合わせたら可愛いかな。ゆずぼのセットアップ好きすぎる、嬉しい。私ももう楽だし可愛いしでめっちゃ持ってますね。セットアップに助けられる日々です。こんばんは、こんばんは。わあ、この後一回寝たいな、本当に。寝たらダメなんだろうけど寝たいな。なんかベッド見るとさめっちゃ眠たくなるし、寝たくなる。眠たくなくても、まあ眠たいんだけどさ、眠たくなくてもなんかちょっとね、ちょっとね転がりたいみたいな時ありません？今結構それで、そのまま寝ちゃうんだよね多分。昨日は最悪でした。昨日でもお風呂には入ったんだけど、髪の毛を乾かす気力がなくて、もう髪の毛濡れたままっていうか、そのバスタオルでもうめっちゃ拭くんだけど私は。そう、あのそっからソファーで寝落ちしてて、起きたら4時だった。やばくない？当たり前にもう髪の毛乾いてたし。そう、私なんか飲み物を多分机に置いたんだろうね。氷めっちゃ入れたんだけど全部溶けてた氷がってぐらい寝てて、うわマジかと思って、その最悪と思って、もうまあその後すぐ寝たんだけど、その後も2時間ぐらいしか寝れなかった。髪の毛ゴワゴワにならない、なりません。この髪の毛を見なさい。私今日アイロンかけてないんだからね。素晴らしいでしょ。昨日乾かさずに寝てこれですから、私の髪の毛は。良い子ちゃんなのでね、いい子ちゃんたちだから、私の髪の毛は。天才やろ。起きてこれを発揮できる起きてこれを発揮できます。もう私は本番は。まあ本当は良くないんだけどね、髪の毛乾かさないのはね。
髪には一番良くないからね、負担かかっちゃうんで良くないけど、もうでも私昨日の私は髪の毛は乾かす体力すらも残っていませんでした。残っていませんでした。残念ながらそのまま寝落ちしてしまい、起きたら4時でした。そこから約2時間ちょっと寝て、今日はちょっと早起き頑張りました。ありがとう、ギフトありがとうございます。ありがとう、ありがとう。そう、今日早起きしたんだよ。お昼寝もしてないの？してないよ、だってリハだもん。寝る時間なんてありませんわ。ありませんわ。違う、今日はなんかいつもなんか本当にメンバーって仲いいから、まあ私もなんか誰かしらとご飯食べることが多くて、でも今日はすごいチームエースで食べたんだけど、アイカピョンがもう一生一人で喋った楽しそうだったからいいけど、そう、それを聞きながら食べてるっていうなんか微笑ましい感じでした。そう、一生一人で盛り上がってんの一周一人で盛り上がった、それに乗っかるマリンと泉ちゃんとキミちゃんって感じで、そうで、みんなが笑ってんのね平和ですよね。てかめっちゃ仲良くない？普通に考えて、踊ってる時なんてずっと一緒に踊ってんのにさ、ご飯食べる時もさ、みんなで食べるのやばいよね。さすがに仲良しが過ぎますね。仲良しすぎ。そう、なんかしかもなんかその勝手に一人で喋ってるプラスなんかめっちゃ話を振ってくるの、なんか何ね、まるまるどう思うみたいな感じで、そうなんか参加型なんですよね。誰かが喋って、そう喋りかけてみたいな感じで、急になんか何々はどうみたいな感じなの、面白いよね本当にそうちゃんと話振ってくるから喋んなきゃいけないの、ご飯食べてても。そうか、真剣にご飯食べてるとさ、そう勝手にさ「どう？」とか言われてるからさいやでもそれが多分仲いい仲の良さを多分作ってるんだろうなって思って、まあ、素敵だなって思いました素敵だなって思いました。でもなんかすごいさ静かに食べてるさ空間とさ、みんなで喋ってるってなったらみんなで喋った方が絶対にいいと思うんですよね、チームで考えた時にね。そう、
ありがとうギフト、ありがとうございます。こんばんは、ありがとう。50分になったら終わるので、あと3分くらいかな、したら終わります。ありがとうギフト。いや本当に一回寝たい気持ちになってきちゃったな。ダメダメって思うけど、一回寝転びたいよね。ちょっと30分くらい一旦ちょっとゴロゴロしたい。いやでも絶対寝ちゃうな、これだと危ない、寝落ちしちゃう。これからまた自主練する感じ。いや体を動かすのはもう限界なんで、映像だけ見てからイメトレします。頭の中で踊ります。頭の中で踊りますね。ちょっとアラームかけよう。そうします。いやでもちょっとお風呂入りたいやん踊ってるし。そうだからお風呂入りたいじゃんね。そうだからちょっと寝たら起きてお風呂入って寝るみたいな感じにしたいけど、そんなうまくいくかね、うまくいくかね、そんないける、いけなそうだよね。本当お風呂っていう時間大っ嫌い大っ嫌い。もうなんでこんなめんどくさいんだろうね、マジで嫌い、本当に嫌い、もう全部嫌い。お風呂入るのも嫌いだし、髪の毛洗うのもめんどくさいと思っちゃうし、スキンケアも嫌い、乾かすのも嫌い、もう全部嫌い全部嫌い。もうね、夏なんてさ髪乾かしてるけどこれ意味あんのって思うぐらいなんか汗かかない、めっちゃ嫌なもん、めっちゃ嫌そういうの。あ終わりますか、50分だ。ありがとうございました。ちょっと一旦寝たいと思います一旦寝たいと思います。まあ朝にはならないと思うので一旦寝たいと思います。はい、ありがとうございました。また明日会いましょう。おやすみ、またね、ありがとうございました。バイバイ、おやすみなさい。また明日ね。バイバイ。おやすみ。また。